ねえ、別に、まあ、っていうか、うん、このチョコ、俺がもらっていいの？じゃあ、もらうよ。もしもし、俺、龍馬だけど、今、ちょっといい？今日の俺、言えてなかったからさ。だから、その、遅くなったけど、サンキュー。びっくりしたけど、嬉しかった。それだけ。じゃあね。出た。ちょっと話せる？この前のお返し、欲しいでしょ？あげるからさ。今からそっち行っていい？ああ。そうだな。なんだ。うん。チョコレート、俺にか。わかった。ありがたく受け取ろう。もしもし、手塚です。今少しいいだろうか。先ほどはうまく礼を言えなかった。改めて言わせてほしい。チョコレートのことだ。今包みを開けたんだが、こんなに立派なものをもらってよかったのだろうか。そうか。素晴らしいチョコレートをありがとう。大事にいただくとしよう。もしもし、手塚です。今話しても大丈夫か？バレンタインのお返しをしたいんだが、これから私に言ってもいいだろうか？なら、今から会いに行く。そうだな。なっ！チョコレート？俺に？いいのかい？受け取っちゃうぞ。もしもし、大石です。今、少し話しても大丈夫かな？
よかった。ちゃんとお礼を言いたくてさ。チョコレートどうもありがとう。本当に嬉しかった。包みを開けてみたんだが、これって手作りじゃないか。食べちゃうのがもったいないな。大事に味わうことにするよ。あ、もしもし、大石だけど、ちょっといいかな。実は、チョコレートのお返しを用意したんだけど、私に言ってもいいかい？ありがとう。いざ渡すとなると緊張するな。いかいか。それじゃあ、また後で。チョコレートだ。これ、僕が受け取っていいんだね。もしもし、富士です。いきなり電話して驚かせちゃったかな。少し話がしたいんだ。さっきは僕もドキドキして肝心のお礼を忘れちゃった。ごめん。チョコレートありがとう。君からもらえてとっても嬉しかった。一つだけいただいたんだけど、コーヒー風味のチョコだったのかな。ほろ苦いのに甘くて美味しかったよ。来月は僕からもお返しをさせて。また連絡するよ。それじゃあ。あ、出た。富士だけど、ちょっといいかな。覚えてる？今日のこと。うん、そう。バレンタインのお返し。今から届けに行くよ。喜ぶ顔が早く見たいな。いや、そうだな。ああ。これはやはりチョコレートか。予定を聞かれた時から期待はしていたが、実際にもらえた時の嬉しさは理屈じゃないな。もしもし、乾です。突然電話してすまない。もらったチョコレートについてちゃんとお礼を言っていなかったと思ってね。ありがとう。データをまとめながら少しずついただいているよ。思っていた以上に美味しく感じるんだが、何か特別な材料を入れたのかい？データを取りたいから詳しく教えてくれるとありがたいな。
いや、今は少し時間をもらってもいいかな。先月のチョコレートのお礼をしたくてね。君の好みに合うものを用意したよ。お返しに喜んでくれる確率が 100% であることを願おう。ああ。はあ。ねえ。やったね。チョコレート、え、これって俺に？やったー、いただき。もしもし、俺だよん。誰って？菊丸エイジだってば。もうふざけるなよ。今って話して平気？俺大事なことを言い忘れちゃったからさ。チョコレートありがとうって言い忘れちゃったでしょ。ごめん、興奮しちゃって。それでお礼忘れたっていうかさ。とにかく、ほんと嬉しかったんだよね。大事に食べるから。あと、お返しも絶対する。じゃあ、またね。もしもし？やっと出てくれた。お返しするって約束したの忘れちゃった？忘れてないならいいんだけどさ。俺は今すぐにでも渡しに行きたいんだけど、ダメ？いいの？じゃあ行く。待ち合わせはいつもの場所で。また後でね。え？いや。ごめん。うん。え、チョコ？いや、びっくりしちゃって。あ、ありがとう。もしもし、川村です。いきなりだけど、ちょっといいかな？よく考えたら俺、慌てちゃって、ちゃんと俺言えてなかったかもって思ってさ。改めてとなるとちょっと緊張するけど、チョコをくれてありがとう。本当に嬉しかった。包みを開けるのもドキドキしちゃったよ。来月絶対お返しするから、楽しみに待ってて。約束だよ。もしもし、川村だけど、約束覚えてるかい？俺からのお返し、受け取ってほしいんだ。これから会いに行ってもいいかな？直接この手で渡したいから。
な。なあなあ。ああ。ああ、よっしゃ、チョコだ。これでも割とドキドキしてたんだぜ。もらえてよかった。よう、桃城だけど、今電話大丈夫か？さっき舞い上がりすぎちまって、肝心のお礼忘れてたって気づいてよ。悪い。そんだけ嬉しかったんだって。あの瞬間テンションすげえ上がったぜ。マジでありがとな。それと、お返しも期待しとけよ。絶対お前が喜ぶお返ししてやっからな。もしもーし、俺だ、桃城。今日が何の日かわかるか？わからねえとは言わせねえよ。つうわけで、今から会いに行くぜ。お返し持って行くからな。ちょっと待っててくれよ。なんだ？あ？いや。ああ。でも。俺にチョコ？あの時言ってた用事はこれのことだったのか？いや、それよりもまずは礼だな。その、ありがとう。もしもし、カイドウと申しますが。何笑ってんだ。別に緊張してるわけじゃねえ。さっきもらったチョコ、あれ、手作りだったのか。うまかったし、包装も凝ってたから、用意するの大変だっただろう。本当に、ありがとう。それを伝えたかっただけだ。じゃあな。もしもし、カイドウだ。今少しいいか。この前のお返しを用意した。もらったままっつうのは、性に合わねえ。今から私に行く。待ってろ。